どうも、つむつむしめたです。今回はね、こちらの雪エルガチャ引いていこうかなと思います。で、今回ね、こちら、サブサブ赤です。サブサブ赤で、まだ始めてね、全然経ってないね。データどうやって見るんだっけ？あれ？ちょ、これか。はい。見て、まあ、ソラロク、スキル1、このアカウントでね、スキル1で1億取ったから、それでソラロクばっかになってるんだけど、こんな感じで、まだね、ログイン数36。で、全然やってないね。全然やってない状態です。全然やってない状態なんですけど、まあ、今回はこのアカウント使ってね。あ、でも総プレ回数100回超えてるんだ。よし。12万コインしかないです。で、カラフルミッキーアンドフレンズセットのスキルにずっと稼いでるんだけど、頑張ってね、12万コインでも貯めました。で、この12万コインで雪エルをね、とりあえずスキル2に、スキル2か3くらいまで上げたいんだよね、正直。なので、まあ、出るかな、出るかわかんないけど、引いていきます。引いていきます。いきます。まあ、全然引けないもん。新アカウント。でも、引きたい。で、もしもこれで出なかったら、カラフルミッキーやります。ユキエルが出たら、ユキエルやる。お願い。あと3回。やばい、もう3回しか引けない。うわー、サボオラフ。違うんですよ。違うんですよ。やばい、あと2回もう、本当にすごい、あれだね。渋いね。おー、シンデレラゲット、初ゲットです。よし、あと1回。何が出るかな？だー、ハンク7体目。ハンク7体目。ということで、雪のジョリスは出ませんでした。くそー、悔しい。まあ、ということで、カラフルミッキーちょっと使って終わるわ。出なかったから。いやー、残念。ちょっと残念。まあ、でもね、このカラフルミッキーね、めちゃくちゃ強くて、一応スキル2でもね、いい時1万枚くらいいける、1万枚いけるくらいのコイン稼ぎ性能なんで、僕はもうね、このサブアカずっとこれ使ってます。本当にすごいんだよね、このツムの。スキル2のね、稼ぎ性能が。ほい。全ツムの中だとマジで、スキル2の中だとね、トップ、かなりトップだね。だから結構僕、このアンコでアカウントでカルフルミッキー出せたの結構運良かったなと思って。はい。あ、ばばばば。だいたい1スキルに、まあいい時3回くらいね、コンボスキル3を打てればいいかなっていう。はい。1回目。2回目。3回目。マジで運がいいと4回くらいやってんのかな。はい。ほら。ごめんなさい、なんか雪エル狙う動画なのに。カラフルミッキーやっちゃって。いやーでも出なかったな。悔しい。でもちょっと明日までなんだよね。ん？明後日までか、一応。明後日までだけど。なんとかして出したい。まあ、第2弾新ツムが強い可能性もあるんでね。それもあるんだけど。おい。まあ、最悪スキルチケットとか使うか、ユキエルとかに。多分ね、スキル2とかだと多分ユキエルよりこっちの方が強いんだけど、多分スキル上げていくとね、ユキエルかなり強くなってくんね。迷い中です。まあ、でも1億セルボでさ、波値が来る可能性とかもま、一応あるから、コインは使いすぎない程度に頑張ります。オッケー。しかもこのツムね、1プレイの時間が若干長い。1プレイの時間が長くて、多くコイン稼げるっていうツムだから、僕ね、今ハートが全然ないんだよね、このアカウント。だからそれに、めちゃくちゃ適してる、このツム。雪エルとかって、1プレイ短いからさ、ハートすぐ消費しちゃうんだけど、このツムはね、その点かなりいいね。あ、嘘。7チェーンしたい。いや、できなかった。ほら、繰り越し。このツムは繰り越しマジで大事だから。よし。ほら。6000。もうここで6000だもんね。ほい。だいたいこのツム平均はね、8000とか、9000とか。9000はいい方かな。8000くらいか。
キル2で、まあ、8000くらい稼げる積むだから、割と僕ちょかなり重宝してるね。あー、あと1個だったのに、もったいな。はい、もうこの時点で7000いってる。はい、1、2、3回目いけるか。3、4回目。あー、間に合わなかった。やばい、ぐたり。オッケー、あ、8000いってるわ。まあ平均くらいか、平均くらいだったね。マジでいい時ね、1万枚も超えてくれるんで、まあ、スキル2にしてはね、結構ね、時給いいのかなと思ってる。よし。いや、このツームをゲットできたのはかなりでかい。まあ、ということで、まあ、8000枚くらいでした。よし。倍率で1万2000だった。まあ、こんな感じで稼いでます。このアカウント。まあ、なので、まあ、これからね、まあ、このアカウントの動画ね、たびたび出そうかなと思います。まあ、しばらくはこのカラフルミッキーで稼ぐ感じになるのかな。で、一応ね、ペアツムの方、ペアツムのエルサウンドラフの方も、一応このアカウントでね、スキル1で遊んでみたいなと思って、出したいんで、ね、欲しいね。エルサウンドラフのスキル1。まあ、どれくらいの性能なのかっていうのも気になるんで。まあ、ということで、以上。ユキエル出そうと思ったけど出なかったので、カラフルミッキー&フレンズ遊びましたっていう動画でした。この動画良かったなと思ったらね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかを分かりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。